読み人皆さんこんこにちは声優の谷山紀です今回僕が朗読するのはクラシックミステリー特集の一冊「江戸川乱歩作の D 坂の殺人事件」です主人公は物語の語り部である書生の私ある秋の初め D 坂の行きつけの喫茶店にいた私とその喫茶店で知り合いになった奇妙な書生。赤チ心五郎は迎えにある古本屋でいつも店番をしている美人の妻が見当たらず何人もが本を万引きしていくのを見ました不審に思った2人が古本屋に入ってみると密室となった奥の部屋で妻が亡くなっているのを見つけます警察が捜査に当たりますが殺人犯の目星も 密室の謎も解けませんそこで私と明智は独自の捜査を始めますが江戸川乱歩の探偵小説といえば「名探偵明智小五郎」シリーズが有名ですが実は大正十四年に雑誌「新青年」に発表されたこの D 坂の殺人事件が明智小五郎最初の事件になります。 ちなみに D 坂とは東京文京区本郷にある団子坂のことランプは作家になる前弟たちと一緒にこの団子坂で実際に古本屋を営んでいたこともあったそうですまだ名探偵を名乗る前おなじみのもじゃもじゃ頭をひっかき回す若き明智が主人公の私とどんな推理合戦を繰り広げ 天才のののを見見せつけるのかも本作の見どころですそして明智が犯人の心理を深く読み取って事件を解決に導く大活躍はシリーズ2作目の小説「心理試験」へと受け継がれますその心理試験も今回の「クラシックミステリー特集」で林優くんが朗読を担当していますぜひこの2作で初期の江戸川乱歩ミステリーの魅力を堪能してください。